二日酔い、宿水とは、酒などのアルコール飲料を自身の代謝能力以上に摂取することにより、引き起こされる不快な身体的状態。エタノールがアセトアルデヒドに代謝され、体内にまだ残った、それが二日酔いの症状を引き起こす。基本的には、夜間に酒を飲み、翌朝の気象後、顕著に現れる現象を指す。また、宿水とも言われる。 急性アルコール中毒とは異なり、生命に直接の危険はないが、しばしば頭痛や吐き気などの著しい不快感を伴う。なお飲酒後、短時間に現れるものは悪酔いという。一般的に二日酔いは悪酔いが翌日になって現れる状態を指す。アルコールを摂取すると、体内でアルコールはアルコール脱水素酵素により、アセトアルデヒドに分解される。 さらにアセトアルデヒドは、アセトアルデヒド脱水素酵素により、酢酸へと分解され、最終的には、水と二酸化炭素に分解されることにより、体外へと排出される。アルコールの中間代謝物質である、このアセトアルデヒドは、毒性が非常に強く、その毒性により引き起こされる症状が二日酔いである。つまり二日酔いの原因はアルコールそのものではなく、 代謝過程におけるアセトアルデヒドによって引き起こされると考えられている。二日酔いは主に飲みすぎ、すなわち自身のアルコール分解能力を超えた量の酒を飲むことで起きる。アセトアルデヒドの代謝酵素であるアセトアルデヒド、脱水素酵素は人種あるいは個人の遺伝的体質により、その代謝能力に差がある。モンゴロイドのほぼ半数は、 アセトアルデヒド脱水素酵素の働きが弱い、低活性型か、全く働かない、失活型である。そのためモンゴロイドには酒に弱く二日酔いになりやすいタイプが多く、全く酒を飲めないタイプも存在する。それに対し、コーカソイドネグロイドはこの酵素がよく働く、活性型であり、酒に強く二日酔いにもなりにくい体質のものが多い。なお、 人類のアセートアルデヒの脱水素酵素のタイプはもともと活性型が基本タイプであり低活性型及び失活型は突然変異によって生まれたハップロタイプである。筑波大学の原田克次による研究は日本においては九州地方と東北地方に主合遺伝子が多いという結果を示している。頭痛、嘔吐、吐き気、喉の渇き、胸のムカつき、 体の震え、アルコール性胃炎による悪心などの自覚症状がある。二日酔いの最中にはひどく、喉が渇くが、これは、アルコールの利尿作用により、体内の水分が排出され、脱水症状状態になっているからと考えられている。また、胃が空の状態で、大量の酒を飲むと顕著であるが、アルコールが胃粘膜を刺激し、胃酸分泌が肩になり、 異炎を起こしている状態であることも多い。アルコールがアセトアルデヒドに分解されず、まだアルコールのまま体内に残っている場合は、明定感、ふらつき、路列が回らないといった一般的な酒酔い症状が残っていることがある。その場合、不快感はむしろ少ないが、早かれ遅かれやってくることは避けられない。また、肉体的だけではなく、 精神的にもひどい自己嫌悪に陥る場合が多い。英国の作家、キングズリー・エイミスはこれを肉体的二日酔いに対して、刑事上的二日酔いと呼んだ。二日酔いの症状は飲酒翌日の昼頃まで続くことが一般的で、ほとんどの場合、飲酒翌日中に症状は収まる。肉体的には脱水症状を起こしているため、 水分を大量に補給することがまず第一である。さらに肝臓でのアルコール分解には糖分が必要であり、糖分を取ることも有効となる。水分補給時、ただの水、お湯よりはスポーツドリンクの方が水分糖分を同時に摂取できるので望ましい。ただし、お茶、コーヒーはカフェインの利尿作用があるため避けた方がよく、異炎を起こしている場合、家の刺激となるため、 冷たい飲み物は好ましくない。なお、この2点は前夜就寝前に言っておくことで、ある程度、二日酔いの予防策ともなるものである。睡眠が効果的な対処法である。他にも、風呂やサウナに入って、汗として有害物質を出してしまうという方法をとる人も、いるが、心臓の弱い人には勧められない上に、睡眠と比べて、血中アルコールの減少速度は、 遅いというデータもある。血流が全身に拡散してしまい、肝臓に血液が集まらないためとされる。また、迎え酒と称してまた酒を飲み症状を緩和させるということが世界各国で行われていたが、単にアルコールで不快感を麻痺させるだけであり、肉体への負担が大きいため行うべきではない。異炎を起こしている場合は、適切な胃腸薬の摂取が有効である。 漢方では、五イ酸やオーレンゲ毒油、半シャ写シ真油などを用いることが多い。アセトアルデヒドの分解をわざと妨げ、少しでも飲酒すると強制的に不快感を引き起こす。薬品は、嫌酒薬として、アルコール依存症の治療に使われている。人よたけをアルコールと同時に摂取すると、悪酔いするのも、同様のメカニズムである。しかしながら、最近の研究では、二日酔いは、 血中のアセトアルデヒド濃度が下がった後に起こるため、アセトアルデヒドが直接の原因ではないのではないかという説もある。アルコールがドーパミンニューロンに作用すること、血中のカテコールアミン量が上昇することなどが要因の一つではないかということで研究が進められている。イミジクもロバートキャパが神はこのよ無一5日間で作りたモータ。そして7日目には二日酔いを与えたモータ。 との言葉を残したように、二日酔いは、洋の東西を問わず、人類を古くから悩ませてきた。現代医学が発達する以前から、二日酔いに対処する民間療法は各地に伝わっている。原田勝人だ、ビューキングズレイミス。吉幸淳之介、林節を、酒について、講談社、1976年12月。 ISBN 9兆7840億6183万6365サプリポートによる二日酔いに関するアンケート調査。ありがとうございます。